エアポート乗って空港行きます。ついに札幌とバイバイだ。またね、近いうち、ほんと近いうち帰ってきたいと帰ってきたいと思います。よし、また空港着いたらエアポートします。今撮った。お土産いっぱい買ったよ。昨日買ったのに、また買ったら、まあいいんじゃない。久しぶりに北海道に行ったんだけど、2万円ぐらいのお土産買ったんじゃないですか。2万円、そんなに買ったの。これはね、5000円ぐらい、全然少ない。魚7000円、8000円ぐらい買った。それね、でかいね魚、実家でしょ、しかもそれ自営用。何バキバキ今の、何今の怖いわ、この人ちょっと今から荷物検査行って、もう少したら北海道離れますけど、いやカットしないよ、ノーカットだ、うん、マジってじゃあそうね、中入ってからせいいよ。じゃあ荷物検査行ってきます。イエーイ。これから飛行機に乗って東京に戻ります。マジでね、寂しくてしょうがないね。いや寂しいなと思ってさ、そう、これからね東京戻るから。東京のみんな元気かい。元気だ。札幌の皆さんもね、またすぐ帰ってきますね。まあ俺は帰ってくるというか行く。いや俺は帰ってくるから。そうじゃあ飛行機乗りたいと思います。じゃあね、バイバイ。はい、東京帰ってきました。気温差がすごいみたいね。17度17度ってさっき言ってた、言ってたよね。全然違うんだなと思って。暑そう。早く暖かくなってほしいな。寒いな、ね、今北海道から帰ってきたわけクソだなもん、ね、それひどいね。北海道から帰ってきたわけからそんなこと言うのかよ。春服、どうせカーディガンでしょ。違う、どんなやつ着たよ。ジャケットにパンツね。パンツね、ジャケットパンツ、おかしいだろ。ちょっと手荷物をね受け取りに行きたいと思います。はい、荷物回収してきました。ちょっとね、量が見たら分かると思うけどめっちゃ多いんだよ。これ背負って持ってね帰りたいと思います。じゃあ行くか。行け。着いたね、たくん、ね、着きましたね。着いた。適当に流された。お、行くかな。よいしょ、行くか。はい、これ、はい、これね、浜松町の駅でたくんとお別れ。お別れ、今日で解散もうずっと行ってるやつやね。お、電車来たじゃん。行きなよ、たくん。おい、お疲れ。おい、また。じゃあね。というわけで、さあくんは、行きますと。バイバーイ。お疲れ。彼はですね、埼玉の奥地へと、まあ、彼がここからどれくらいかかるのかね、2時間以上かかるのかな、くらいかかる。結構遠いところに住んでるんですよ。で、僕は高齢の一人になったので、これから、地元にですね帰りたいと思います。ここから3、40分くらいかな。
はい、電車場をちょっと乗り継いで帰りたいと思います。あったけえな東京。はい、というわけでね、地元に帰ってきました。なんかほんとね、何日か6日間かぐらい空けてただけだけどさ、一気に暖かくなってて、あとはね、札幌との気温差がすごいってのもあるけど、超あったかいよ。まあ、ちょっと北海道の人にこれを伝えたいね。めちゃくちゃあったかいというか、今この格好だとね、暑い。よいしょ。そろそろね、うちに着きます。いやーなんか、やっぱね、地元帰ってくるとそれはそれで、ホッとはするね。たーくんは多分まだ電車に乗ってる頃だと思います。かな。高いな。はい、やってきました。はい、帰ってきたよ。ただいま。はい、というわけでついに家に帰ってきました。長いツアーだったけど、本当ね、振り返ってみるといろんなことあったんだけど、やっぱりもうこうパッパッパッとね、あっという間に終わってしまったなと思います。でも本当は毎日がさ、楽しくていろんなね刺激も受けたし、今回ミズプラス札幌ツアー、札幌レコ発ツアー、一緒に歌いましょう試されるミズプラスというねツアー、1日目まずスピリチュアルラウンジさんというところでやらせてもらって、2日目、ベッシーホールさん、同じベッシーホールさんでやらせていただきまして、3日目はちょっとお休みをいただいて、次4日目にクラブカウンターアクションさん、そして5日目ツアーファイナルメローさん、本当にね、どの会場もすごく、楽しくやらせていただいて、すごいいい経験ができたなと思ってます。本当にどうもありがとうございました、ね、あとはやっぱお客さんだね。お客さんがすごくね、こう乗ってくれてさ、コール&レスポンスとかもやったんだけど、それもすごくちゃんとバーッと返してくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです。本当にどうもありがとう。今回のツアー、そうレコ発だと言ったんですけど、そうこれだよ、ちょうどここにあるよ、これ、ロックンロールの神様、テレビの中の君っていうね、2曲入り500円の今回のツアーからリリースしました、ミズプラスニューシングルです。これなかなかね、いい出来だからみんなに聴いてほしいなと思って、札幌にも結構な枚数持ってったんだけど、もうほとんどなくなりました。イエーイ、超嬉しかったよ。本当にね、そのライブも楽しんでくれて、さらにこうまた家に帰ってね、聴きたいって思ってくれたのがとても、嬉しかったです。ありがとうございました。今回のツアーは終わってしまったんですが、またね、近いうちに札幌にはね、帰りたいなと、行けたらというような、帰りたいなと、思ってます。ぜひぜひまたお会いできるのを楽しみにしております。というわけで、本当に今回のツアー変わってくれた皆さん、どうもありがとうございました。ミズプラスボーカル&ギター飯田雅樹でした。それではまた会いましょう。バイバイ、ありがとう。